さて、2007年問題と呼ばれる団塊世代の大量退職についてはベテランの匠の技術を次の世代にどう伝えるかが大きな課題となっています。中でも伝承が難しいと思われているのが暗黙知と呼ばれる知識です。今夜は熟練パイロットが持つこの企業の見えない財産に迫ります。縦のつながりが非常に薄くなってきてるんじゃないか、横のつながりは例えばメールとかあるいは携帯で非常につながりが強くなっていますけど、4月以降日本航空では史上最も多い100人以上のパイロットが定年を迎える。小林博之は1991年の湾岸戦争で邦人の人質を乗せた特別機を操縦した大ベテランだ。事故を防ぐ危機管理の専門家としても知られている。特にあのパイロットの世界、機長最安全の最終責任を持つ機長に対してですね、最悪の事態を防ぐという危機管理、こういったものを若いパイロットたちにもぜひ伝えていきたいと。パイロットは半年ごとに免許を更新し、知識や技術の試験を受け直す。レーザーマスターウォーニング、マスターウォーニング、アイデンティファイ、ファイアエンジン1、ラジャー、ナンバーワン、スラストレバークローズ、ナンバーワンクローズします。はい、クローズ、ゴーヘッド。小林が後輩に伝えたいのはこうしたトラブル対応の技術だけではない。どうやってその、暗黙知知恵を伝承していくかというのは、これは一つの、日本に社会における一つの課題ではないかと思っています。暗黙知とは1966年にハンガリーの科学哲学者マイケル・ポランニーが提唱した概念だ。経験や勘に基づく知識で言葉、数式、図表などでは表現できない知識を表す。小林はこの暗黙知が世の中の事故を減らす決め手と考えており、それは訓練でもたびたび登場する。それで今ヘリングセレクトしてますが、これをエルナブするまでここにあの手袋を置いてきます。はい。エルナブは自動後方、ヘッディングモードは手動後方を表す。手動に切り替えたまま自動に戻すのを忘れる危険があるため、機長は独自の防止措置を取る。小林の場合、手袋が手動後方の目印だ。特に今あの中ばっか外ばっかじゃなくてオールラウンド、はい、通常のモニターですね。はい。パイロットは機体や状況の変化を敏感に感じ取る必要がある。トラブル対応に追われそこにばかり集中すると他のトラブルに気づかない事態にもなりかねない。そんな時こそ普段通りの仕事を意識する。はい。最先端の機器に囲まれたコックピット内でアナログな暗黙知が活用されている。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。訓練の後、教官、機長、副操縦士によるブリーフィングが行われる。今のうちにあの、はい、マニュアルにはない話っていうのは結構、うん、チャンスを作って吸収しておいたものですね。はい。全部引き継ぎだったら書ききれないし、場合によってはマニュアルと違うことになっちゃってしまうし、これは難しいんですよね。文字したところを変えて誤解してしまう、その時の状況がなりとあるんですから。そうですね。文字で表せるっていうのは本当に限られたものなんですよ。機長としては当然と思ってやってることが、その自分が経験積んでいって、あの時言ってたことはこういうことだったんだなって思うこともやっぱりありますね。これ昔なんかやっぱりとにかく怒られて怒られて、なんでその時に怒られたのか分からなくて、本当はそこであのこうこうこうだって説明してくればよかったかも分かんですけど、でもまあそれじゃきっとあんまり印象なくてスルッと忘れちゃって、自分で気が付くまできっとただ昔の人がこうガーッと怒るだけで、まあその方が印象は確かに強いですよね。小林が危機管理を学ぶきっかけとなった事故がある。1972年、モスクワのシェレメチボ空港から離陸した DC-8 型機が墜落。乗客乗員62人の命が失われた。遺族やマスコミを乗せた救援機に副操縦士として乗り込んだのが小林だった。辛かったですね。この尻尾がね、雪の中にこう、すぐこれはつるまろを消しちゃったんですけどね、この尻尾が雪の中に。胸痛かったですね。後ろでやっぱり泣いておられるんですよね。本当、私もあの時は本当に胸が痛かったですね。絶対落としちゃいかんな、どんなことがあっても最悪の事態を避けなきゃいかんなっちゅう。
去年4月に開設した安全啓発センター。1985年にオスタカの尾根に激突、520人の尊い命が失われた JAL123 便の事故に関する遺物が並ぶ。20年以上の歳月が流れ、オスタカ以降の入社組も増えた。安全とか危機管理ってね、やっぱり理屈プラスやっぱり本能、人間が持っているその感性ですか、そういったものも含めて全体でやはり安全というのを確保していかなきゃいけないんじゃないかと思いますですね。だからこそ実物は重要な教科書の理念のもと、残存機体や犠牲者の遺書を目の当たりにする。私もいつもかなり毎日自分が事故があった場合は原因が何であろうが、まあ、石ぶつけられる可能性があるからそれを隠していって、それはいつもかなりに言ってるんですけど。若い人とかどうですか？若い人がそこまで考えてるかどうかわからないですけど、まあ、私もその機長昇格セミナーではやっぱりそれは言ってますけどですね。小林は去年の10月に定年を迎えたが、 JAL の加齢乗務員制度を利用しこれからも現役を続ける。技能や知識の伝承なかなか難しいですね。まあ、日本は長期雇用の下で仕事のコツや勘が受け継がれる企業文化がありましたが、バブル崩壊以降人件費の抑制のために、まあ、派遣やアルバイトなどの非正社員が増える中で計画的な人材開発、これがなされたかはいささか疑問なんですね。まあ、とにかく暗黙知を伝える組織的な取り組みが急務ですよね。その通りです。ただ例えば我々のテレビ局とかそれから IT 分野などではマニュアル化しにくい技もあります。まあ、失敗で学ぶこともあるんですね。まあ、皆さんの会社ではこの問題どう考えられるでしょうか。はい、以上全国のニュースでした。